皆さんはこんばんにちは、パラカルトのおさちです。今日はじゃん、成城石井で気になる商品を買ってきました。成城石井ってあのプレミアムチーズケーキがすごく有名じゃないですか。こちらはそのプレミアムチーズケーキをクロワッサンにしたスイーツなんですね。7月に発売したんですけど、もうすでにメディアでも話題になってて美味しいっていう評判だったんで、今日は買ってきました。ちょっとお皿に出していきたいと思います。はい、お皿に出してきました。めっちゃボリューミーですね。こちらはベリー生プレミアムチーズクロワッサンっていう名前です。長い。じゃあとりあえずね、割っていきたいと思います。問題は味と断面だ。いきます。うわー、美味しそう。見て、なんか普通のプレミアムチーズケーキじゃなくて、夏らしくね、ベリーを入れてるそうです。夏限定の商品みたいですよ。じゃあ今日はこちらを贅沢にいただいていきたいと思います。いただきます。うわー、おいしい。成城石井のプレミアムチーズケーキの特徴は、あのねっとりしたチーズケーキに上にクランブル、そして中にレーズンが入ってる感じでしたよね。このクロワッサン上がちょっとクッキー生地みたいな感じになってるんで、あとね、さらにクランブルみたいなのがまぶしてあるんですよ。まずそこがね、再現されてて、チーズもね、ベリーでさっぱりはしてるんですけど、結構濃厚です。なんかバターの香りがね、すごくいいですね。フランス産の発酵バターをなんと贅沢に使ってるみたいです。さすが高級スーパーですね。でももうちょっとチーズケーキが入っててもいいな。結構このクロワッサンの生地が美味しいんで、そこはすごく大満足なんですけど、もうちょっとね、チーズケーキが入ってくれてた方がチーズ好きの私としては嬉しいところですね。チーズケーキの部分は少ないんですけど、かなり濃厚ですね。ねっとりしてます。ごちそうさまでした。はい、なんかちょっといいスイーツを食べてますっていう気分にすごい浸りましたね。でもこれすっごいボリューミーなんですけど、これで税込み270円はかなりコスパがいいと思います。私今日午前中に行って、その時いっぱいあったんですけど、店舗によってはあの夕方在庫が少なくなってたり売り切れちゃってるところもあるみたいなんで、気になる人は早めにチェックしてみてください。あと夏限定みたいです。じゃあぜひ皆さんも成城石井のベリー生プレミアムチーズケーキクロワッサンじゃあぜひ皆さんも成城石井のベリー生プレミアムチーズケーキクロワッサン食べてみてはいかがですか。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。この動画を楽しんでくれたらグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひお願いします。パラカルタのおさちでした。バイバーイ。